お世話になっております。今日はねちょっともう2021年もね最後ということで、ちょっと、娘とご飯を食べに行きながら最後のね撮影をしようかなと思ってまして、まあ今、今日が12月の29か、もうねあとちょっとで今年も終わりなんで、最後にねこの動画を上げて終わりたいと思うんですけど、まあねこれからちょっと行こうと思ってるのが、神奈川県の秦野市というところにある宮古食堂っていうね食堂があるんですけど、まあこれは255線っていうところから246号に入ってすぐのところにねある食堂なんですけど、まあ、ちょっと前までこの食堂閉まってまして、最近ねちょっとまた営業再開したみたいなので、ちょっとね食べに行ってみたいと思うんですけど、まあ以前営業していた時はトラックのねうんちゃんとか結構行ったことある人多いんじゃないかな、結構ね有名でテレビとかでも紹介されたりしてるところで、でね本当今月かな確か営業が再開したのは、なんでまあ僕のね住んでるところが結構近いんで行ってみたいなと思って、でね遠方の方とかもね結構ちょうどいい場所にあるんで、ツーリングがてらご飯とか食べきてもいいんじゃないかなって思うんで、ちょっとそこまで行ってみたいと思います。まあ、ちょっと着くまでね今年を振り返るというか、まあ今年1年ね結構動画もだいぶ上げてきて、自分にね日曜日には必ず1本上げるっていう、こう課題じゃないけどそういったねルールを設けてこの YouTube アップしてきたんですけど、まあ改めて思うのがやっぱ大変ですね。1週間に1本あげるのって結構しんどい部分もあって、まあただねいろんな旧車乗ってる人とか、まあ車両紹介させていただいたりとか、いろんな方がね協力してくれて、まあネタじゃないですけどこうね今年も1年やってこれたのかなと思ってますんで、まあね来年も引き続き、このペースを保っていけたらいいんですけど、まあ何分ね、まあ子供のスポーツだとかちょっとね忙しいので、もしかしたら空いちゃう時もあるかもしれないですけど、まあ引き続きね見ていただけたらなと思ってますので、ね、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をしていただいて、ご協力の方よろしくお願いします。まああとはねどうだろうな、この1年でね外装もガラッと変わって、まあこれ予備の外装ですけど、どうだろう、あと何か改造したっけな、あとはまあハンドル戻したりなんなりで、あウインカーも変えたし、っていうか今年倒しましたねバイクを、バイク倒して、まあね、ビビってエンジンハンガーもつけてっていう感じで、いろいろちょこちょことはね改造というか変わってきてはいるんですけど、まあ来年もね引き続き自分のペースでカスタムしていきたいなと思います。ウォータニとか入れたいですけどね来年は、ただどうかな、入れられればいいけど、
ことはね、そろそろ、ね、腰上のオーバーホールとかしないといけない感じに、ね、なってきているので、そこら辺も視野に入れて、まあ、カスタムプラス整備ですか、ね、力を入れていきたいなと思ってます。まあね、ちょっと来年もいろんなツーリング誘っていただけるんですけどね、自分自身が結構忙しくて参加できないのが多かったんで、まあね、参加できるのは参加したいですし、引き続きねこの GS も乗って動画もちょこちょこ出していけたらなと思ってます。でここも255の、255と246がぶつかるちょうどね道なんですけど、まあ、ここを厚木方面かに行っていただいて、ちょっと走るとねすぐありますんで行ってみたいと思います。寒いっすね、やっぱもう、うん、なんか12月半ばぐらいからねめちゃくちゃ寒くて、もうバイク乗りたいけどね結構体がきついというか、だからね暖気しかしてなくて僕は全然乗れてないんですけど、最後に行ったのがね、まだ動画出してないですけど、伊豆か、伊豆の方にツーリング行かさせていただいて、その動画もねちょっとまだ編集が間に合ってなくて、うん、終わってないんですけど近々出したいと思ってますん で、 GS と CBX バーブもいたかな、ね、総勢20台ぐらいかな、18、9台ぐらいいたんで、その動画もね近々アップしたいと思いますんで、お待ちください。年末だからか道もねちょっと混んではないんですよね、空いてる、いつもより空いてる感じで、で今日はね寒いって言ってても太陽出てるんでちょっとあったかいかな、昨日とかよりはあったかくて、多分今日が乗り納めになると思うんで、来年はね新しいステッカーでも作ってまた、ね、お会いした方に配ろうかなと思ってるんで、そちらの方もでき次第、まあ、インスタだったり、ね、この YouTube だったりであげますんで、今年もねいろんな人とステッカー交換したりさせていただいたんで、うん、来年もね引き続き活動をしていきたいと思ってますんで、どうぞよろしくお願いします。ここら辺も結構田舎で山ばっかなんですよね、周りが、だからね当然寒いですよ。でもやっぱバイク乗ってる人とかいるんだな。本当はねこの間のツーリングで何走り納めのつもりだったんですけど、やっぱね乗りたくなっちゃったんで今日乗ってしまった次第でございます。お、やってますね。ここが宮古食堂になります。やっぱねトラックの人とかはねここで止めてやっぱご飯とか休憩とかするんじゃないですかね。まあちょっと行ってみたいと思います。
はい、ではあのね、宮古食堂に今行って来たんですけど、やっぱね、めちゃくちゃ混んでましたね。お昼時っていうのもあるのかもしれないけれども、まあみんなこう再開するのをね、もしかして待ち望んでいたのではないでしょうか。でね、あの娘と行ったんですけど、2人で。娘は味噌ラーメン食べてて、僕はあの豚肉のね、鉄板焼き、まあニンニクとかがね、効いてすげえうまかったっすね。でね、駐車場も広いんで、まあぜひね、あのツーリングとか途中でご飯食べに来たりするのにもね、すごいいい場所じゃないかななんてバイク乗りとしてはね思いました。まあ多分地元とかね、いろいろこう肌の小田原、まあきっと愛されてきた店なんだろうなっていうのをねすごく感じました。でメニューもすごいいっぱいあって、まあ、ラーメンとか丼とか定食もいっぱいあるんで、すごいね、あのいろんな料理が楽しめそうな感じでした。まあ僕はねすぐ近くに住んでるんで、また行ってみたいなと思います。まあ今日はもう年末でこれが走り納めになると思います、僕ので。ね、これが年内最後の動画になるのかな。うん、まあこんな感じで今日はこれで終わりにしたいと思います。まあ、2021年もありがとうございました。で来年もね、どうかこの動画少しでもいいんで見てください、お願いします。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。